です。今日はですね、愛用のヘルメットとサングラスの紹介をしたいと思います。なぜですね、このヘルメットとサングラスの紹介をしようと思ったのかというと、リクエストが多数来ていたからですね。そういうことで紹介したいと思います。今日もよろしくお願いいたします。それではですね、紹介したいと思います。まず一つ目はですね、ベルのヘルメットですね。これはですね、コラファイアーソリッド2014年モデルですね。価格が2万4000円くらいでした。でこれはですね、フィット感がものすごくいいんですよ、ね、こサイズは L サイズです。めちゃくちゃフィット感がいいんですよ、まあ、それなのかどうかわかんないけども、長時間かぶってると頭が痛くなってきて、このヘルメットは2軍落ちになりましたね。形はすごいかっこいいんですよ。あと胴体がやっぱりでかいんですよね。ちょっとかぶってみますか。こんな感じです。すごい頭全体が守られてますね。すごい安心感あります。それでは次行ってみましょう。はい、次はこれですね。TT カンパニーのスーパーマグナムスモールジェット、色はマットブラックですね。値段は大体1万5000円くらいだったかな。これはですね、主に通勤用でかぶってます。フィット感はですね、ちょうどいいですね。サイズが M から L の普通サイズです。ちょっとかぶってみますか。こんな感じです。でこのスモールジェットにバブルシールをつけて、こんな感じで運転します。それでは次行ってみましょう。はい、次はこれですね。これも TT カンパニーのフルフェイス2カッターですね。2カッター専用のゴーグルをつけて、最近までこれ気に入ってずっと被ってました。このヘルメットが大体2万7千円くらい でこのゴーグルが1万2千円くらいですね。かぶってみますか。よいしょ。これかっこいいですよね。両手小さいからフィット感もちょうどいいんですよね。これこんな感じです。それでは次行ってみましょう。次はですね、これオーシャンビーティルのショッティフォーですね。これ3万6000円くらいだったかな。これ最近買ったんだけど、今はこればっかり被ってます。めっちゃ気に入ってますね。胴体がものすごく小さいし、安全性は全くないです。自己責任ですね。全然ストレスがないですよ。軽いからずっとかぶってて見えくる。これが今持ってる中で一
番のお気に入りです。万歳。それではですね、最後のヘルメットいきます。はい、次はですね、これですね、ホライズンのヘルメットです。これ最近もらったんですよ。で、胴体の大きさはですね、 GT カンパニーとさほど変わらないんですよ。GT カンパニーと大きさ比較してみようか。どうでしょう。ちょっと変わってみます。どうでしょう。次はですね、サングラス。ローズワーストっていうのが漫画の、川内哲夫モデルですね。それのサングラスです。これはですね、イオンに入ってるメガネアミッチなんですけど、それに灯を入れてもらって、かけてます。で、これ、レンズがでかいから、ここにマスクやって、オーシャンビートルにすればほぼ顔隠れるからめっちゃいいんだけど、ここ耳が痛くなってるんだよね。ここモンツリーの時もこれかけてたんだけど、めっちゃ痛くなって途中からこっちのメガネに変えました。もう一つのサングラスはですね、これですね。これ普通のメガネなんだけど、超光レンズなんで紫外線に当たるとサングラスに変身するんですよ。です。で、今日はですね、ヘルメットとサングラスの紹介をしたんですけども、いまいちこういう動画は慣れてないんで説明が下手なんだけど、こんな感じで終わろうと思います。それではどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。